U-2 同系記号にソ連領内で撃墜され展示されているアーティクル360の残骸。黒いジェット機事件とは1959年9月24日に神奈川県藤沢市の藤沢飛行場へ中央情報局所属のロッキード U-2 偵察機が不時着した事件である。九月十四日は終分の日の休日にあたり藤沢飛行場では 民間人がグライダーの発着訓練を行っていた。午後3時15分に突然、正体不明の航空機が胴体着陸を勧告して、オーバーランの上、機体を損傷して草地に停止した。機体には国籍や所属を示す表記はなく、ただ449という数字のみが書かれていた。しばらくしてヘリコプターや軽飛行機が相次いで着陸し、 平服の外国人が拳銃を握りながら降りてきて警戒性を張った。事故機から降棄したパイロットは腰に帯銃しており、ヘリコプターに乗って飛び去った。不時着した航空機はロッキード U-2 偵察機であり、当時冷戦下において東側諸国への偵察任務についていたものの、中が運用する高層気象観測機とされていた。その後、 藤沢警察署が捜査に到着したが、アメリカ軍関係者らしき人物らに現場検証を制止され、富士の写真を撮影した人物は、アメリカ軍による家宅捜索を受けた。読売新聞や産経新聞、朝日新聞などの全国紙もこの事件を一切報道せず、わずかに翌25日付で、神奈川新聞が小さく報じたのみである。その後、 11月に発行された週刊少年サンデーで初めて大きく特集記事が組まれた。なお、この件については1959年12月1日の第33回国会衆議院本会議で日本社会党の明日方数によって取り上げられ、一般に知られるようになった。マスコミにおける黒いジェット機事件の名称はこの時以来のものである。なお、この際の国会質問では、 当該機は伊勢湾台風の大気上層部を調査していたとの航空宇宙局の発表の審議について明日方議員と藤山愛一郎外務大臣の間で論議されている。実験当日、伊勢湾台風は日本の南海上にあって中心気圧が900ヘクトパスカル前後の猛烈な勢力に発達しており2万メートル以上の高高度を 調査することは意義深いことであったと思われるが、真偽は不明である。伊勢湾台風は、事件の2日後に、紀伊半島に上陸した。後に判明したところによると、不時着した木は、厚木基地に配置されていた、臨時気象偵察飛行隊、第三文献隊所属のアーティクル360であり、CIA のパイロット、トム・クルエルが操縦していた。同期はエンジンを、 J57 から J75 へ換装した機体であり、舞台では初飛行であった。そのため、飛行性能に感動したクルエルが飛びすぎたことにより、燃料切れに陥ったのが事故の原因と考えられている。回収された動機は、本国で修理された後、あだ名のインジルリク空軍基地に展開していた WRS-2 へを送られた。そして、 1960年5月1日、ソ連領内を偵察飛行中に撃墜された。ありがとうございます。